ユンカース F13 ドイツ博物館のユンカース F13。ユンカース F13 は第一次世界大戦の終わりにドイツで開発された世界初の全金属製旅客機である。密閉式のキャビンには4名の乗客が搭乗でき、先進的な型持ち式単容器であった。300機以上が生産され、生産期間は13年。 商用での使用期間はほぼ20年にわたった。ユンカース F13 に搭載されたユンカース L5、エンジン F13 は、流線形の滑らかな外観を有し、全金属製、型持ち式低翼単容器という構造の、製造された当時は、非常に先進的な機体であった。1920年代終わりになっても、本機と、その他のユンカース車製航空機は、 複用機の生産される時代の中にあって、指示なしの単用機という得意な存在であり、同様の近代性は、フォッカー社製航空機に見られるのみであった。F13 は、世界初の全金属製旅客機であり、ユンカース社に取り初の商用航空機であった。機体名称の F は、フロック・ツォイクに由来しているもので、本機は、 この命名方式を採用した初のユンカース機であった。初期のユンカース車の表記法では J13 であり、ロシアで製造された機体には J13 という名称が使用された。1918年の J7 から1932年の J46 まで約35機種すべてのユンカース車製の機体と、 同様に F13 はアルミニウム合金で構築した機体の前面をユンカースキ独特の波形ジュラルミン製応力外皮で多い主翼内部構造においては斜めに走る針を持つ9本のジュラルミン製円形断面主桁で構成されていた動翼はすべて保温バランス型であった機種の単発エンジンの後には乗務員用の屋根付けではあるが 側面窓のない半開方式コックピットがあり、4名の乗客のために胴体側面に窓とドアが設けてある密閉された暖房付きキャビンが用意されていた。当時としては珍しい乗客用のシートベルトも備えられていた。F13 は従前通りのおそり付け固定式膠着装置を備えていたが、派生型の中にはフロートやスキーを履いたものもあった。 1 2 7ットのメルセデス DEEA 水冷直列エンジンを装着した F13 は1919 19年6月25日に初飛行を行った。量産初号機は主翼長と翼面積を増やされ、より強力な1 4 0ット b m w e e a 水冷直列エンジンを装着していた。多くの派生型の機体がメルセデス BM、BMW、 ユンカースの液冷直列エンジンと、アームストロングシドレーピューマ、ノームエローヌジュピター、プラットホイットニーホーネットといった空冷製型エンジンを装着した。派生型はほぼ2文字のコードで判別でき、最初の文字が機体を、2文字目がエンジンを示していた。 ユンカースエルゴエンジンを装着した派生型は、すべて二文字目が低いなのでフェというのは長胴型、F の機体にエルゴエンジンを装着した型を示していた。ロイド東方航空、後に、ユンカース航空の f 1 3イ d 1 9 0第一次世界大戦直後の民間機のメーカーは、どの会社であってもエアコン DH-QC のような、安価に、 民間機に転用できる非常に多量の放出軍用機と市場で競合せざるを得なかった。それに加え、ドイツのメーカーは、1921年から1922年の期間に、軍用機や、いかなる種類の航空機の製造も禁止した、ミリタリー・インテル・アライド・コミッション・オブ・コントロールによる規制という難題も抱えていた。ユンカース社は1919 19年に、 オーストリア、ポーランド、米国から注文を受け、さらに翌年に、スキャドタ、アメリカ合衆国郵政省から注文を受けた。米国のジョンラーセン航空機は、本機のライセンス生産権を購入し、同社の生産機には、JL-6 という名称が与えられた。1922年には、英国、フランス、日本へも販売された。ボリビアでは、 ラボ航空の保有する最初の航空機として、ユンカース F13 が1925年9月23日にコチャバンバを離陸した。ユンカース社は F13 を購入するドイツの航空会社の呼び水とするため、1921年にユンカース航空を自社設立し、1923年にはドイツ国内で飛行する F13 は60機にもなった。 ユンカース社はイランにもユンカース航空の支店を設立した。その他の地域では安価なリース料と無利子ローンという条件で F13 を提供するマーケティング手法を用い、これによりヨーロッパ域内で約16社の航空会社が同期を運航するようになった。1926年にユンカース航空がルフトハンザ航空と合併した時には F13 は 累計9500万マイルを飛行していた。ルフトハンザ航空自体は55機の F13 を購入し、それらを国内の43路線に就航させていた。1937年になっても、なお同社の F13 は4つの路線で週に50回の飛行を行っていたが、1938年にようやく退役した。 1932年に生産終了を迎えるまで、生産された F13 のほとんどは、ドイツのデッサウにある、ユンカース社の拠点で生産されたが、1921年から1923年の、製造困難な時期にあっては、ダンツヒトレバルのユンカース工場に生産が移された。フーユンカースは、ソビエト連邦との間で、F13 を、モスクワ近郊のフィリにある、 第22工場として知られるソ連の工場で生産する契約を結んだ。ここで生産された機体の中にはソ連の航空会社と赤軍で使用されたものがあった。その他にも F-13 が軍事運用された例があった。コロンビア空軍が1932年から1933年にかけて戦われたコロンビアペルー戦争で F-13 を 爆撃機として使用した。中華民国は1932年の第一次、上海事変において、日本軍に敗北して、上海航空交渉が破壊されるまで、数機の F13 を偵察爆撃機に改装して使用した。トルコ空軍も数機を使用した。空冷性型エンジンを装着したユンカース F13、アドアストラアエロのユンカース F13 アエロイノ、 フロートを装着した水蒸気型ユンカース F13 スウェーデンの技術博物館に展示されているシリアルナンバー715の F131924 年までユンカース航空でその後1935年までアエロトランスポルトで就航 ドイツ技術博物館ベルリンに展示されている、カナダにあった F13 の残骸 F13 ワーグナー 1996P155 より、ターナー 1971P20 より、フロムザ・ヒューゴ・ユンカースサイト。ありがとうございます。